いやーでもさ、これ盗んだ瞬間目の前にいる二人にすごい非難されそうだな。だってもう位置的におかしいもん。あの二人どっか行けよ。このセレブリティチックな二人よ。ここの街のやつらなんでこんな良さそうな格好をみんなしてるんだろうな。なんか悲鳴が聞こえなかったか。まあ聞こえたな。文句があるなら言いたまえ。てかさっきから走れないんだけど、もう使い切っちゃったのかな。何よ、どうせ買えないんでしょ。商売の邪魔だからどっか行きなさい。おお、どうすんの。ねえ、聞こえてないの。邪魔だって言ってるの。うまそうだな。食う。そうだよな、食わないと死んじまうもんな。一人で何をブツブツと。泥棒、誰か捕まえて。逃げる逃げる、逃げようぜ。ここ抜けるか。泥棒よ、誰か捕まえて。どっちに行きましたか。あっちよ。やべ、ありゃ憲兵じゃねえか。俺みたいなのが捕まったら何されるか分かんねえ。お、逃げるしかねえ。オッケー。さっさと捕まれって言われてる。お、エイミー。今追いかけられていた男、エイミー様がパンを与えた男でしたね。ほらね、パン一つじゃ何も変わらなかったっしょ。むしろパンをあげちゃったことで悪化した可能性まであるんじゃね。そんなわけありません。エイミー様の優しさが届かなかったあの男が悪いのです。まったく同じ人間とは思えませんね。案外そうだったりして。まさかあの男が私たちが探してるナーツエラ。そんなわけないじゃん。受ける。もうエイミー様、からかわないでください。それよりも今からどうするの。スラムで たくさん死んでたじゃん。教会戻って鐘を鳴らすの。まさかあのような者たちのために鳴らす鐘などありませんよ。あ、そうなの。スラム界で亡くなった人たちのために鐘は鳴らさないんだ。そこも差別するんだ。それよりもあれは確実にナハツエーラの仕業です。早く探し出しましょう。市民に被害が出る前に。いや、市民に被害出てたけど。え、さっきのスラム街の人たちは市民じゃないって言ってんの。やばくない。え、税金納めてない奴は市民と認めないってこと。それは国が悪くない。国のシステム自体が悪くない。やばいやん、考え方。オッケーオッケー、了解。怖っ。ちょっと鳥肌立ったんだけど。おい、逃げるぞ。悲鳴が、どうした？悲鳴が聞こえた？行くか。おー、なんかベルント見てるやついんな。ちょうどよかった、そいつを捕まえてくれ。いや、引っかかってる、あいつら。引っかかってたな。ここまで逃げれば。あー、なんかやけに人が多くねえか。どうした、なんで。あ、え？待って、射程は？巻き込まれたわけじゃないよね？え？は？なんでこいつらがこんなところで死んでんだ？なんだよ、食い散らかされた後みてえじゃねえか。あいつら食べるものがなくて、ついに共食いでも始めたんじゃないか。やだ、恐ろしい。獣以下じゃないの。そうだな。
あいつらは私たちと同じ人間じゃないんだよ。おい、俺たちが人間じゃねえって。そんなわけあるかよ。俺たちだって人間だ。うわ、怖い。獣が何か吠えているわ。俺とお前らの何が違うんだ。おい、教えてくれよ。汚い身なりで何も生み出すことなく、その日の飯のことしか頭にない。そんな奴のどこが人間だ。お前こそふざけるな。それはもう生まれの問題じゃん。生まれたところが悪かっただけじゃん。お前らが運良かっただけじゃん。それってただの。どうすりゃいいんだよ。どうすりゃここから抜け出せるんだ。誰も教えてくれねえんだ。そんなことぐらい自分で考えろ。それができないから、お前は人間じゃないんだよ。その生き方を教えてもらってないからわかんねえんだろう、どう考えても。だって仕方ねえじゃねえか。飯のこと以外考える余裕がねえんだ。腹が減って腹が減って、そのこと以外考えられねえんだ。そんなわけないじゃない。何言ってるの？ならてめえがここまで降りてきてみろ。飢えたこともねえくせに勝手なこと言ってんじゃねえ。俺とお前じゃ全然違うだろうが。なんだ、認めたじゃないか。私たちとお前は違うんだと。自分は人間じゃない。獣以下の存在だと。違う。そうじゃない。俺たちは人間だ。ふざけるな。私は絶対に認めない。私も認めないわ。俺も認めない。なんでだよ。俺たちだって人間なんだ。そうだ。金だ。金が鳴れば、この街では、人間が死んだら金が鳴る。いたぞ。あいつだ。待て、泥棒。泥棒だって。なんだ、犯罪者だったのか。さっさと死ねばいいのよ。兄貴、こっちです。おー、井戸の中か？井戸の中だろうな。生きてたな。ザシャ、早くこっちへ。井戸の中か？おい、行動指針が更新されました。井戸の中へ行くぜ。走れない。おー、降りるんだ。え？なんでそんな血だらけなの？え？何？おい、ザーシャ、どうしちまったんだ？え？すいません、ちょっとどじっちまいました。待ってろ、今、医者を。ああ、下半身ないんだ。え、これ、血で濡れてるだけじゃなくて下半身がないんだ。え、よく生きてたな。何言ってんですか、兄貴。助かるわけないじゃないですか。それに、俺たちみたいなのを見てくれる医者なんて言いませんよ。誰が、一体誰がこんなひでえことを。化け物にみんな食われちまいました。化け物？そんなことより兄貴、これを。お前、これ。パン。あいつらから取り返しました。兄貴が食ってください。バカ野郎。余計くせに何やってんだ。俺だってお前に食わせるために。ほら、リンゴだ。ねえ、だからあんなに大騒ぎしたんですね。ここまで聞こえてましたよ。兄貴、交換してくれませんか？俺、パンよりもそのリンゴが食いて。ああ、もちろんだ。じゃ、このパンは兄貴が食ってください。わかった。うまいですか？バカ野郎。てめえの血の味しかしねえよ。だけど、今まで食った中で一番うめえ。よかった。最後に兄貴の役に立てて。
何言ってんだ。ほら、お前もリンゴを食え。後でありがたくいただきますから、そこに置いといてください。ダメだ。今食え。食ってくれよ。この中に逃げ込んだわよ。早く捕まえて。情報提供ありがとうございます。兄貴、行ってください。この井戸は教会まで繋がってます。じゃあお前も一緒に。そりゃ無理って話です。俺はもう。兄貴、俺は十分腹いっぱいです。次は兄貴が腹いっぱい食ってください。だから逃げて。おい、ザシャ。くそ。気をつけて降りろよ。スラムの輩は何をしてくるかわからないからな。くし。うわー、悲しい。で、教会に行ったとて、あの感じでしょ、エイミーとあのシスター。助けてくれなさそうだない。くそ、行き止まりじゃねえか。飛び越えるにしても距離がありすぎるし、意外と流れも速え。何かないか。お、箱か？あれを使えば。剣兵に追いつかれる前に足場を運びましょう。ああ、左下のアイコンに触れると箱の位置がリセットされます。オッケー。この指針が更新されました。足場を作れ。憲兵って結構早いのかな？あ、なるほどね。オッケー。これで、こうして、オッケー、できた。オッケー。よし、これで。おー、タイミングよく流れたな。うまくいったぜ。この先は教会に続いてるんだったよな。こいつの、ザシャのために、金を鳴らしてやるからな。おー。ここは、本当に教会だ。ザシャ、待ってろ。金を。鳴らしてくれないでしょう。自分で鳴らすの。コード指針が更新されました。教会へ行こうか。ちょっとさ、エイミちゃん、あ、その前にさ、何食ったかちょっと見ようぜ。血まみれのパン。だろうな。ザシャが命がけで守ってくれた血まみれのパン。強く握りしめられていたのか、形はぐしゃぐしゃ。だけどこれまでで一番美味しいパンだった。血の味しかしねえ。これさ、ザシャの血だけじゃないよな、絶対。あいつらの血もついてるよな。満足度星5なんだ。あ、走れるようになってる。ちょっと走れるようになってるわ。開いた。あなたは、金を鳴らしてくれ。仲間が死んだんだ。この町では人が死んだら金を鳴らして送るんだろ？だから金を鳴らしてくれよ。誰か来てください。泥棒です。金を鳴らしてくれ？一体どの口がそんなことを言っているのでしょうか？この教会の金は亡くなった人間を天国へと送るための神聖なるものです。あなたのような犯罪者やその仲間のためになど鳴らすわけがありません。なんでそんなことを言うんだ。俺たちだってやりたくてやってたわけじゃない。でも食わないと死んじまうだろう。人間の畑を荒らす獣がいますよね。あなたがしたことはその獣と同じこと。そういった獣はどうなるかわかりますか？それは殺処分かな。はい、
ご存知の通り排除します。人間の害になりますからね。違う。俺たちはさあ、早くあれを捕まえてください。あれは教会にふさわしくありません。人間の害になりますからね。あ、なんでだよ。俺はただ、あいつのために金を鳴らしてほしいだけで。くそ。ほーん。また逃げる感じね。ん？ああ、ケンペに捕まらないようにスラムの奥まで逃げましょう。道中に住人にぶつかると少しの間立ち止まってしまうので気をつけてください。その住人は動いたりはするのかな？動かなかったら全然いいよ。動くなよ。OK、行動指針が更新されました。スラムの奥へと逃げろ。了解。え？待って。私のキー操作、なんか違う？あと私のコントローラーなんか違う？ちょっと待ってよ。よーし、だいぶコツをつかんできたよ。やっぱね、ルートがわかんないと結構きついな。こう行って、こう行って、こう行って、この先知らないんだけど。あ、行けた行けた行けた。オッケー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 。オッケー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 、クリアー。やっぱこういう時はね、コントローラーよりね、キーボードだわ。コントローラーじゃ無理だ。きつい。これね、やっぱ、あれだな。十字キーじゃないと思ったように言ってくれない。スティックは無理だ。くそ。お、足が動かねえ。あ、結局捕まるんかい。捕まえたぞ。こっちだ。早く来てくれ。散々逃げて俺たちの手を煩わせやがって。少し分からしてやるよ。やめてくれ。え、助けに来るんじゃない？あれが。お、これ死んだんじゃないか？なんだ、まだ生きてるのか。おい、他の死体を持ってこい。まとめておくぞ。はい。俺たちは報告だ。行くぞ。え、何しても許されるん？怖っ。体中が言って、そうか、俺はもう死ぬのか。最後ぐらい満腹で死にたかったな。どうしてだろうな。どうしてこうなってしまったんだ。俺はただ必死に生きていただけなのに、腹を満たしたかっただけなのに。そうか。ならば俺様の心臓を食らうがいい。ああ。化け物。そうか。てめえがジャシャを。化け物ではない。俺様はナハツエル。吸血鬼の王だ。吸血鬼？俺も食おうってのか。いいぜ。どうせ死ぬんだ。食えよ。いや、お前が俺様を食うんだ。そのために来てやった。はは、確かにうまそうな見た目してんな。だがてめえはザシャを、スラムの奴らを食ったんだろ。だったら俺も食えよ。憲兵にボコられて死ぬより、俺はザシャと同じ死に方がいい。最初は貴様らを食うことで回復しようと思っていたのだが、無駄だったようだ。俺様はもうじき死ぬ。どうやらそれは避けられぬ運命のようだ。ヴァンパイアハンターから受けた傷は癒えることなく、今も俺様の命を削っているからな。ふざけるんじゃねえ。てめえ、ザシャたちを食っておきながら死ぬだと。
生きるために食うんだら、食っておいて死ぬんじゃねえや。それじゃあ、あいつらが死んだのは本当に無駄だったってことじゃねえか。だからお前が俺様の心臓を喰らえ。だ、俺様も先代を喰らうことでナーツエラを受け継いだ。受け継ぐ。ナーツエラとは終わることなき飢えに抗うもの。常に飢えていながら常にそれに抗おうとするお前にはナーツエラたる素質がある。意味がわからねえ。そしてもう一つの条件、人間を食ったことがあるという条件も満たしている。ふざけたこと言ってんじゃねえ。確かにいつも腹は減ってたけどな、人間を食ったことなんてねえよ。人間は人間なんて食わねえんだよ。吸血鬼にとって人間を食うとは人間の血を吸うことと同じ意味だ。心当たりがあるだろう。心当たりなんてあるわけ。あのパンか。上に抗うもの、人間を食ったことがあるもの、お前はナハツエラたる素質がある。さあ、俺様を食ってナハツエラとなり。ごめんな。俺は吸血鬼なんてなりたくねえ。さっさと同じ人間のまま死ぬことにするぜ。お前の言葉を借りるなら、俺様を食わなければ、そいつらの死は無駄になる。だがお前は、俺様を食えば、そいつらはお前の血肉となり、意味をなす。選べ人間、死を無駄にするのか、共に生きて死を持たせるのか。それは、卑怯だ。俺様も必死なのだ。ナーツエラを継ぐためにな。ザシャの死を無駄になんてしたくねえ。あいつらの命が無駄になるなんて許せねえ。いいぜ、吸血鬼。俺がお前を食ってやるよ。わかった。お？めっちゃ豪快に食うじゃん。我が血肉を喰らいし者よ。永遠に続く飢えと踊れ。月すら喰らう道化の名は、ナハツエラ。運が良ければ望み通り、満腹のまま死ねるだろう。だ、俺様も、やっと飢えから解放される。まだ続くの、こっから。なんだその灰の山は。何の山だ。え？あー、重かった。さあ、戻りましょう。おい、どうした？なあ、ここに落ちてる杭って、杭だよな、これな。もしかして、エイミー様に報告だ。ん？ん？吸血鬼の証とかそんな感じか？あー、間違いなくパパがナハツエラに打った杭だ。つまり、周りの灰は、ナハツエラの崩れた肉体ってことね。ということは、ナハツエラの討伐完了ってこと。もうちょっと、私の出番があるかと思ったんだけど、結局パパすごすぎ。じゃあ、私は教会に帰るから、その灰と杭を持ち帰りよろしく。はい。あと、そこの死体は埋めといて。放置しとくと虫が湧くから。わかりました。え？え？まずい。俺はまだ生きてるんだ。やめてくれ。声が出ねえ。体も動かねえ。
あ、砂かけられるそのまま。おい、やめろ。俺はまだ生きてる。体が動かねえだけなんだ。こっから出してくれ。生き埋め？やばいな。あいつら多分分かってて埋めてるぞ。